バノーエチこんばんは。今日は僕は普段、ミランドポリスでお世話になっている家の周りのちょっとこういったちっちゃい店ですね、ポルトガル語と、フチトゥルキっていうんですけどの紹介をします。でまず第1弾としてこちらオージエウボーファゼールアプレゼンタサオンジウンフチトゥルキってことでこちらです。名前はトレレルデラスセレルトトレレルデラスってことで、はい、こんな感じのお店です。でエッセーフチトゥルキディマカホンパネーラマカホンプレートマカホンナシャーパフチトゥルキ人マカホンナシャーパってことでこんな感じなんですよね。まあ日本でいう焼きそばです。これ完全に焼きそばなんですよね。でこれが美味しい。とってもブラジルの焼きそばって結構あんかけみたいな日本とは違うパターンの焼きそばになっちゃうんですけど、こちらは名前は焼きそばって言わないけどもう焼きそばなんですよ。ものがマカホンナシャーパマスイグアル焼きそば、焼きそばとジャポンということで、焼きそばとブラジルへうんぽこディフェレンチジ、焼きそばと、ジャポンマスエッセーマカホンナシャッパへメズモキ焼きそばとジャポンということで、これ僕めっちゃ好きなんです。これエウゴストジムイトエッセということで今日も食べます。いつもはこちらのシンプルです。でおじさん麺メイノス醤油ね、僕いつもあのメイノス醤油エウゴストジーメイノス醤油ノルマンウェイウンポコフォルシパラミン、ちょっと普通だと味が濃いんでいつも醤油少なめで頼んでます。そしたらいい感じの味になるんで、でまあこんな感じで作ってもらいます。タエスタベルゴーニャノンバイアパレセル é que eu queria deixar você mais à vontade para apresentar, né? Pode ir lá apresentar pro pessoal. Era esta cozinhando sempre. Eu estou fazendo sempre. Hoje é a vez da Michelle. という感じで、まあこの方がやってます。待ちましょう。あ、じゃあ、おじ、エウボーベベー、ウマセルベージャ。ウマセルベージャ、ポーク、ドセケ。じゃあ、スコウ。スコウ？スイ。セケ、アゴロナエクスポカメ。あ、で、こうやって、ジュンと。感じで、ちょっとビールと焼きそばと、いただきます。出来上がったようです。タプロント。Quando começou esse?Esse daqui? Tem 2 anos e 5 meses. Ah, já tem 2 anos. 2 anos e 5 meses. A gente começou aqui. Toda noite? Toda noite. Que dia folga? De quarta a segunda. Só na terça que a gente não tá aqui. Ah, entendi. Na terça a gente faz a feirinha na cidade. Ah, outra cidade? Não, daqui mesmo. Ah, daqui. Ontem nós começamos a fazer a feira de Guaraçaí. Então aqui a gente só vai ficar segunda, quarta, sim. Sexta, sábado e domingo. Entendi. Obrigado. Hai, できました。いただきます。Aqui, melhor, né? Tá pronto. Sim.美味しそうです。じゃあちょっといただきます。もう出来上がり、ありがとう。こんな感じでもうまさに日本の焼きそばと同じです。いただきます。うまいです。Muito gostoso. Eu adoro esse. もうこれ焼きそばの醤油加減もいいですし、この野菜キャベツ、キャベツの感じもいいですね。サンキヘポーリオス。ヘポーリアセオ。ああ、このヘポーリオとかセノーラ、ヘポーリオセノーラパスタアンジェ。この野菜もたくさん取れるんで、とってもいいんですよねこれ。本当美味しいです。じゃあこちらブラジル台湾のスコールと一緒にいただきます。めっちゃおぶりがー、チャチャオ。